こんにちは。マリサだぜ。霊夢だよ。ん？バンダイナムコが新ロゴ？それに、D3 パブリッシャー？もしかして、リッチレーサー8は、D3 パブリッシャーと？なら、いいんだがな。なんでこのソフト？ちゃんと、プレステ5のパッケージだぜ。いやいや、そんなことじゃなくて。D3 パブリッシャーは、バンダイナムコの子会社なんだぜ。知らんがな。ま、うつ主も、こんなゲームばっかり。やって、疲れたんだろ。ほんで、このソフトかいな。うつ主、この手のテーブルゲームは最近やらないが。子供の頃はゲームといえば、こんなんだったからな。で、オセロのチャレンジにチャレンジね。ややこしい言い方だな。相手は初級だ、うぷ主、勝てるだろう。うぷ主、負けるんじゃない？よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。礼儀正しい相手だぜ。うぷ主は、先手の黒ね。今回、この試合を実況するの？放っとくか。お腹空いた。ま、普通、C6 取りに行くわな。てか、普通に取らせてくれるのね。このチャレンジは、相手が初級の設定だしな。また、うぷ主、取っちゃうわよ。さすが、初級の設定だぜ。F3 も取ったし。相手、次どこ行く？ C3 取ったわよ。やられたわよ。取りやがったな、ってことで、ひっくり返して、C3 取る。え？白、そこ行くん？うぷ主、迷ってるぞ。そこしか、ないでしょ。F6 取って、ついでに斜めに返す。まあ、白、その辺しかないかな。一応、相手は初級の設定でも、考えてるな。うぷ主、迷いすぎじゃない？うぷ主、寝ているのか？カーソル、動いた。はよ、せいや。結局、そこかい。まあ、いいか。ま、しろ、そこ行くわな。うぷ主、遅くなったわねー。コンピューターの初級設定に、そこまで悩むか？どこ置いてもいいんじゃない？そこか。どこにしろ置かれても、返せるわよ。おい、うぷ主。悩みすぎやー。まだなんか。怒るぞ。一箇所で終わるぞ。そこでいい、そこでいい。おやー。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。うぷ主、相手を全滅させたわよ。レベルが、初級だけどな。まあ、いいとしましょう。勝ったら、チャレンジの解放や、背景が増えるんだな。そうよ、全部勝って、すべてコンプリートするのよ。まあ、うぷ主は勝てなくなったら、やらなくなるだろうな。うぷ主、いつもそうよね。それに、近頃はこの手のゲームは、スマホだな。そうよね、うぷ主みたいに、ソフト買ったりしないね。もう、今回は、うぷ主、お腹いっぱいだろう。え、うぷ主、まだやる気？うぷ主、調子こくな、終わっとけ。やめときなさい。勝てへんて。視聴者の皆様の貴重なお時間を無駄にしてしまうので。強制終了。これで、うぷ主、またいつもの動画を作れるのね。これをきっかけに、テーブルゲームの動画ばっかりになったりしてな。げげ。まあ、いい、今回はこれで終わろう。はい。それでは、最後までお付き合いしていただいた皆様方、お疲れ様でした。何かお気づきの手にありクエストが、ございましたらコメント欄に。もし、この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録と高評価をいただけましたら幸いです。それでは皆様お忙しいところ、ご視聴いただき大変ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。それではごきげんよう。Maybe. One easy left.
ムオーバー。